ってんだよ矢野のクソ野郎だ、おい、ジワン、おい、いいんだろ、実行委員会さんよ、おい、矢野とやらせろよ、この野郎、あのクソ野郎よ、マットに沈めば納得いかねえんだ、この野郎、おい、聞いてんだろ、新日本さんよ、おい、あのクソ野郎と組め、さたけだ、おいおい、舐めてんのか、この野郎、マスクマン、マスク、大事なように、ケツマンにはケツ、大事なんだ、この野郎、なんだこれ、なんだこれ、これよ、これなんだこれは、こんな、下げやがって、おい、舐めんじゃねえぞ、この野郎、ケツかけろ、この野郎、ケツだ、ケツかけろ、ケツ、お互いのケツかけて勝負だ、この野郎。口かまん。Two losses in one day. Oh, 2 days. What day is it? Lost today. Ah, I can't believe I tapped out to Yoshihashi. Yesterday I lost. Straight after my match when they announced that I wasn't in the G1. Yoshihashi, I hope I have you in between your block matches so I can kick your ass. 今年も G1 エントリーされたから。それは、紛れもない事実、もう前に進むしかないからね、去年以上のインパクト、そして結果を残して、シングルのタイトル、取る一番のこの G1 クライマックスというのは、今までの序列とか、その軍団関係なく全てシャッフルできる年に一度のお祭りだから、俺は序列を一気に上げて、そしてタイトルのベルトを必ず奪取するから、それだけは変わんないから。今日の試合してて楽しかったですね。なんか田口監督とはなんかね、波長が合いそうな気がするんですよね。多分ね、結構波長合ってるんですよ。なんかやってて楽しいっすね。なんか昨日ほら、このジャパンポーズされたんですけど、僕としてはどうしても一緒にこっちやってほしいなって思って、だからロッキー、ショー、ヨー、リュウとかでいいんじゃないかな。六本木 4K ですね。な感じでやってもいいんじゃないかなって思います。よし、で明日からまたね、通勤になるんですけど、ここはやっぱり僕らとしても一個テーマを決めてグイグイ行かないといけないところなんでね、しかも明日はやっぱりマシンさんも、ね、引退セレモニーなんで、ますます負けられないですね。いい風吹かせます。